気をそそられた秋太郎、なんとなくその娘の後を追っていくような形となった。名はおぶんという武家の出だが下級武士の家のようだ。祭りの夜、兄と一緒に出かけたものの、三人のヤクザ者にたかられ、抵抗した兄は惨殺された。おぶんはしっかりと三人の顔や特徴を目に焼き付けた。そして、敵討ちのための修行を五年も続けたようだ。敵相手の残り2人と対峙したものはその3日後だった。峠越えのふもとに地回りの10人以上引き連れ待ち伏せをしていた。味な真似をしやがるが、どうも薄っ気味が悪い。ここで息の根を止めてやるから覚悟しな。なあみんな、こやつを叩きってくんねえ。礼はうーんと弾むで。そうくると思ってたよ。お盆はゆっくりと長土巣を抜き、腰にぶら下げていた竹筒を取り、それを刃の刃に振りかけている。取り囲んでいる男たちは余裕を持ってその仕草を見ている。おい姉ちゃん、酒でもついでるのかい。そんな気遣いはいらねえぜ。ことが終わったらよ、こっちは芸者をあげてのどんちゃん騒ぎだ。まあかわいそうだが眠ってもらうぜ。秋太郎は多勢に無勢の喧嘩に思わず助っ人の意味でドスを抜いた。おいおい、助っ人の方が強そうだぜ。あれを先に片付けようぜ。秋太郎さん、助っ人は無用。危ないから遠のいておくれ。そう言われてムッときた秋太郎。抜いたドスを鞘に収め、少し離れた大木の松の根っこで腕組みをした。余裕を持っての男たちの包囲が狭まる。まだ刀を抜いた者はいないが、お盆は一戦して長土巣を舞うように男たちの体に切りつけた。手傷や擦り傷、かすり傷であるが、男たちも本気になりずらずらっと土巣を抜く。甘く見ちゃいけねえよ皆の衆。こやつは腕が立つんだ。ただの小娘とは違うんだよ。そう叫んだ敵の一人をおぶんは横なぎに切り倒した。残りの敵の男はダッとのごとくに逃げ出した。しかしおぶんは追わなかった。パチンと長土巣を鞘に収めたのである。
残された地回りの連中もどうしていいのか動きが止まった。ここから異変が始まった。お盆の歯を軽く受けた者たちが急にのた打ち回っているのだ。18人はしばらくして動かなくなった。奥州街道を抜けた頃に先行くお盆に横並びになった秋太郎。恐ろしい術を使うもんだね。言って刃に塗ったのは何なんだよ。擦り傷かすり傷のものまでが悶絶して命を落としたぜ。だから手出しは無用って言ったんだよ。この汁は目に入っただけでも焼き焦がれるのさ。マムシの毒液、奥州隠れ毒草、つつら、薬草の生汁だよ。擦り傷、かすり傷でもさ、切り口から入りゃ殺したも同じさ。怖えお人だねおぶんさんは。なに、兄譲りの漢方医学もちとかじってますからね。シャガの花だといつも母さんが言ってた。女を捨てたはずなのになぜか特命くここの頃私もバカだね。あと2人兄の形を失う日産